皆さんこんばんは。海外メーカーとの交渉スペシャリスト林和真と申します。今日はですね、イギリスのロンドンにおきまして、非常に今コロナウイルスによって医療が崩壊寸前になっておりまして、現場が一体どういった状況になっているのか、本日はですねこれについてご紹介してみたいと思います。もし本日の内容にご興味ある方はぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、そうですね、早速本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。今日のお話はですね、イギリスのロンドンの話になりまして、 London hospitals are diverting ambulance and declaring major incidents over oxygen shortageas coronavirus infection surge in England。 イギリスにおきましてですね、コロナウイルスの感染がね今すごい伸びておりまして、ロンドン市内の病院におきましてはね、救急車はねしきりなしに人をこう運んできていたりとかですね、それから酸素不足に陥っていて、それが非常にも問題になってきているということで、酸素不足でありますよということをですね今告知しているわけですね。 Doctors in England have warned that the National Health Service staff at breaking point and hospitals are running out of oxygen. It comes amid an alarming new surge inCOVID-19 patients across the country, with science warning that the new possibly more infectious coronavirus variant is responsible for a steep rise in infections. There are now more COVID-19 patients in hospital than at any other point in pandemic, and the London Ambulance Service said that December 26 was one of its busiest ever days. Hospital in South London was forced to declare an internal incident over the weekend over the strainOn service. まあ、イギリスの医者たちがですね、今ナショナルヘルスサービスのスタッフに対して、医療関係のサービスに関してですね、もう限界ですよというところを今警告している状況です。で、今病院はですね酸素不足に陥っていると。で、コロナウイルスの患者をね手当てするためにはですね、当然呼吸ができないということですから、酸素を振り込むということが必要なんですけども、その酸素がもうすでに足りないですよと。ベッドがあったとしても、その酸素不足だと結局コロナウイルスの患者様をですね治療することができないということなんですね。イギリスではですね、よりね感染力の強い突然変異版のウイルスというのがね今非常に猛威を振るい始めておりまして、イギリスで今非常にケースが伸び始めている理由の一つになっていると言っておりまして、救急隊員によりますとですね、12月26、まあ、まさにクリスマスの翌日っていうのがね、一番このパンデミックが始まって以来ね最も忙しい一日の一つだったというふうに言っておりまして、まさにねクリスマスでいろんな人がね家族と集った後、まあ、3密の状態を過ごしてですね、まあ、その中にですねコロナウイルスにかかっている人がいればですね、一気にコロナウイルスにかかってしまうという非常にね悪循環なことになってしまっているということですね。 The number of the daily cases recorded in the UK rose its highest everOn Monday, with 40,000 new confirmed cases, according to the increased household mixings over Christmas, has also prompted concerns that the situation could become even worse in January. 新規の1日の患者数がね、4万人を先週の月曜日越してしまって、これはね、一番歴代では多かったというのをですね、発表されているんですね。今、クリスマスでもこんな感じなんで、1月はね、もっと状況が悪くなるんじゃないのかということをですね、言っております。イギリスといえばですね、12月の、まあ、上旬にですね、アメリカのファイザーとですね、ドイツのバイオンテック連合が共同で開発したですね、ワクチンをですねいち早く投与開始した国でもあります。なんですけど、そのイギリスがですねとんでもないことになってしまっているというところになっていまして、まあ、これねイギリスのね病院の患者数なんですけど、4月がねピークになってきたんですけど、今これね8月ぐらいも落ちてきたんですけど、また今秋ぐらいからぐわーってまた上がってきているという状況になってます。まあ、これはね日本でも同じことを言えると思うんですけども、よりイギリスの方がですね緊迫した状況になってしまっているということなんですよね。まあ、あのねまだ日本人の方がですねニューイヤーに関してもですね遊びに行くなっていうことを言われれば、不要な外出は控えましょうということであればねしないようにしているというふうに思っていますし、徹底っていうのもですね各国でもできているのかなというふうに思うんですけども、やっぱりですね健康を失ってしまっては本当に何もできませんから、私もですね今非常に注意しておりまして、本当にね会食とかね全部断ったりとかで、ね、今ここでねコロナウイルスになってしまえばですね、私のビジネスもいろいろとね崩壊してしまいますから、私自身もですね気をつけて行動していこうかなと思っております。はい、それではですね、本日のコンテンツは、以上となります。本日のコンテンツは良かったというふうに思っていただければ、ぜひいいねをよろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。Twitter の方もですねぜひこちらの方からフォローしていると幸いです。また日々稼ぐ、ノウハウについてメルマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.